あずきの社に来てますね。当てはめる感じがちょっと上とまた違うんですけども、あそこはあまり気にしないところでします漢字はね、後で当てはめてるものが結構あるんですね。でここのご祭神なんですけども、いくつかこの地域にはあったそうなんですけども、今ここだけになっちゃったそうです。で、祈祷とかも受け付けてますだと、なんかいろいろこうこの辺の学校、学校の小学校の人たちが書いたのがありますね。好き高彦根の御事を祀っています。他18柱で927年の式内社にはもう書いてあるし、出雲風土記にも出てきてることで、で風土記にはここの神社は39あったそうなんですけども、ここだけになってしまったと、後のものを合祀してるんじゃないかという話ですね。で何を祀ってるのかというと、磯武尊の御子と雨の若彦の御子と笹野の御子と仕立てる姫の御子と猿田彦の御子とイザナギの御子と雨ひなとじの御子とと稲瀬八木の御子と琴白主の御子と雨の葉日の御子とを祀ってます。なんか全部言うのも大変ですけど、十箇所あると。もうね、ここの神様もここにしか今いないので、ここに来るしかないですね。駐車場はね、なんか一応、まあ一台しか、そんなにたくさん人が来る、なければ、その、鳥居をくぐって止めていただいて、とりあえず、宮司さんのお宅の敷地内をまたいで、向こう側にあったり、U ターンみたいな感じみたいです。こちらね、交流スタンドに、ちょっと、おっ、直しがいた。ちょっとマムシがいるから、これは行かん方がいいっすな。ここでヘビ神様を見るってことは非常にいいことですね。